多分模造品なのかもしれないね。行ってみよう。こっちが、あ、万里の長城なんですね。歩いて行ってみよう。万里の長城、おお、これこんな風になってるのかな、本当に。北京の天安門広場に来てみました。入ってみよう。紫禁城なのかな、なのか。いや、ただ結構傷んでるね。あ、中国のあのあれがあるね。行くだけ行ってみよう。行き止まりだったりして、ちょっと暗いぞ。通り抜けできるのかな、うん、正直言って鉄筋コンクリートだ。階段がある。裏側もなんかあるぞ、あれなんかあるぞ。もうこれ以上行ってもあれかな。あ、中国のあのあれがあるね。万里の長城を下ってるんですけど、この、まあ、秦の時代って今から3000年前じゃないですか。ちゃんとこういう服を着てたんですね。靴とかも履いてたんだね。で、こういう鎧みたいな格好もあったんだな、ね、ほら。で、ちゃんと被り物とか、多分その仕事によってこういう被り物も違ったんでしょうね。そういうのがあったんでしょうね。その万里の長城建設時にね。さあ、じゃあ移動しましょう、次の場所へ。